poor defense. It was disappointing first half. We were better in the third quarter, but then our offense dried up. So yeah, just a really inconsistent game tonight. So you know, it is what it is. It was unfortunate. You know, we got to regroup and make sure we're ready to come out tomorrow and play much better. まあ、まあディフェンスが、まあお粗末だったなというふうに言わざるを得ないかなと思います。第3クォーター、まあ、ちょっとディフェンスのインテンシティは上がっていいディフェンスで、最初相手のオフェンスを止めることができたんですけれども、それに、自分たちのオフェンスがつながっていかなかった、まあ、試合を通じて、まあ、継続性っていうところに、欠けてしまう試合だったなというふうに思います。まあ、自分たちとしては、まあ、今日はもう終わってしまったことなので、もう明日戦う準備をしてやるだけだと思ってますので、しっかりと明日違うチームになって、違うチームとして戦えるように気持ち切り替えて準備していきたいと思います。